ソフトバンク3カードぶり負け越し、痛恨の2連敗。ソフトバンクが日本ハムに3対5で敗戦、痛恨の連敗を喫した。先発スチュワートは5回5安打4失点で降板し3敗目。チームはこの日で今季100試合を消化、50勝48敗2分けの貯金2で残り43試合に突入する。まさかの負け越し。ハムに負け越すってことは今のホークスは最弱なんやろか。エスコンで勝ち越してテイティで負け越しくさ。簡単に負け越すってほんと厳しいな。日曜に負けると48時間期限が悪いからほんまやめて。今のエース立てて勝ちパ投入して5失点だからな。代打が全く出る気しない打者ばっかだったな。2点ビハインドでオスナ出して田中正義に抑えられて負けるのくさ。放出した正義に軽くひねられるホークス選手の見極めもできてないの悲しい。リチャードスタメン個室で負けた。レッカギータが敗因やね。個人成績は悪くないんですけどね。近藤のホームラン毎回役に立たないよね。近藤取ってなかったら最下位やな。小倉の打席1週間ぶりとか打てるわけないわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。